When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はこちら、じゃじゃーん。はい、ジェロジェロから出ているピールオフベースジェルを買ってみました。あのですね、前にこちらの動画でこのね、韓国のジェルネイルブランドのジェロジェロっていうものを9点で買ったので皆さんにレビューしました。はい、でこのねジェルとっても良くて、パッケージが可愛いっていうのが一番良かったかな、私の中で。持ってるだけでね気分が上がるので、パッケージが可愛いアイテムっていうのはもう基本的に大好き。はい、で発色も良かったし塗りやすかったので結構気に入ってます。でここの、ジェルを紹介した時に、同じジェロジェロから出てるピールオフベースジェルが見たいっていうリクエストをいただきましたので買ってみましたよ。皆さんこちらです。じゃん、赤いね、あのキャップので、ここがオーロラのホログラムのプリントなんですけど、これねどうなんだろう。こんな感じで、普通、一見普通の、まあちょっととろっとした感じのベースジェルなんですけど、ちょっととろみが強いかな。はい、このピールオフベースジェルがどのぐらいいいのかっていうのを、ちょっとこう持ちの良さと塗りやすさと、あとはこう剥がしやすさっていうので検証したいと思います。少しでも動画が参考になれば嬉しいです。それでは早速スタート。はい、それではですね、こちらのジェロジェロのピールオフベースジェルを塗ってみたいと思います。ここが可愛い。はい、こんな感じで塗ります。あ、なんか正規品みたいなマークついてる。はい、こんな感じで結構ね、あのポテッとした感じですね、テクスチャーは。で、まあこれを塗る前にいつものプレプライマーね塗ります。で、普通のジェルの時はプレプライマー塗った後に、私このノンアシッドネイルプライマー塗ってさらに定着よくしてるんですけど、ピールオフベースジェルなので今回はプレプライマーだけ塗ります。油分がね残ってるとどうしても、はい、定着が悪くなってしまうので必ずプレプライマーを使う。で、プレプライマーの代わりにエタノールを使う方もいるんですけど、まあ、エタノールでもしないよりかはマシだけど、油分がねそこまでしっかり出しできないのでプレプライマーの方がいいですよ。では塗っていきます。まあ、普通のベースジェルで、普通のベースジェルよりもちょっととテクスチャーが固めなので、あの硬いと言ってもそんな塗りにくいほど硬くないからちょうどよくていいかも。なんか流れにくくて良さそう、いい感じ。で、まあ今日はもう全部塗っちゃいますね、時短も含めて。塗り慣れていない方、塗るのにちょっとまだ時間かかっちゃうなっていう方とかは1本ずつねやってもいいと思います。あと私結構ね指がグッて曲がるので、ライトに入れる時に指をまっすぐ、親指も比較的まっすぐに入れれるタイプなんですけど、なんか親指だけやっぱり指が横向きになってるので、この親指だけ先に塗ってライトに硬化したりする方がいいですよ。塗りやすさは丸、ちょっと縮まる感じがある、ね、あの全体的にギュッとこう端が浮いてきちゃって縮むかな。結構ねテクスチャーがポッテリしてるので塗った時にキュッて縮まりやすいではありますね。はい、では硬化します。硬化熱はね、まあ、そんなにないかな、まあ、ちょっとほんのりあったかい、熱いなって感じだけど、熱ってほどでもない、まあ、ピールオフタイプだから。でもピールオフでもセリアのも結構熱かった気がする。どうだったっけ。はい、ということで硬化できました。いい感じ。この後、今度動画で紹介するこちら、はい、の、レビューをする動画を撮影してトップまで塗っちゃって、で何日持つかと、あと剥がしやすさっていうのをちょっとしばらく経ってから検証したいと思います。はい、ということで3日目、なんと3日でこんなに10本中9本取れてしまいました。っていうかですね、塗ったその日に2本取れて、で、2日目の夜に残りが結構取れて、で今日3日目の今夕方なんですけども、3日目のお昼にもう1本ついてたのが取れちゃったって感じですね。
はい、でもこのままだと1週間待つ前に全部取れちゃって、この取れ具合が皆さんにレビューできないと思ったので急いで動画を回してるんですけど、1本だけ残る感じで結構ポロ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 取れちゃう感じでも、割と相性があるとは思うんですけど、すぐ取れちゃうのかなって感じです。あと私が子育てしてるので、割とこうガチャガチャ動かしたり、洗い物とかで水をよく使ったりとかっていうことも関係してるのかも。では取ってみたいと思うんですけど、もう多分これピッて空気入れたら多分取れる、もうぐらい、あ、取れる、あ、取れる、ほらこんな感じでポンって取れる。ほらちょっと持ってかれてるけど、もうほぼほぼつるんって感じ、めっちゃちょっとだけこんな感じでつるんって取れます。まあ、もしかしたらこの間でノンワシートネイルプライマー塗ればもうちょっと持ちが良かったかも。ということで、このまま終わるのはちょっと違うなと思ったので、別日にですねプレプライマーを塗ってから、今度はノンワシートネイルプライマーを塗って、で同じピールオフベースジェルを塗るというやり方で、何日持つのかっていうのをちょっと検証してみました。10本ねやったんですけど、1週間以上、10日ですね、約、はい、2週間弱ぐらい経った様子がこちらです。なんと10本とも全部ついてます。まあ、一部ねちょっとポロポロ根元とか取れちゃったり、めくれちゃったり浮いちゃったりしているので、まあ、完全に綺麗な状態で10本残っているかっていうと、そういうわけではないんですけど、なんと残っています。はい、そんな感じで、なんかこれの時は本当に1日2日でポロポロポロって取れちゃったんですけど、今回は長持ちしました。じゃあね、今からねオフしていきたいと思います。でオフ、こちらの同じメーカーさんから出てるこのワンキルっていうリムーバーを使ってみたいと思います。これね、ポロッと取れた時はもうこれ使わなくてもよかったんですけど、今回はこんな感じで全部残ったので使ってみようかなと。で一応メタルプッシャーとウッドスティックを用意しておきます。じゃあやっていきましょう。これはねスポイトタイプになっています。で香り普通のリムーバーって感じですね。でジェルリムーバーって書いているので、まあ、成分何が入っているか韓国語で読めないんですけど、おそらく普通のアセトンが入ったジェルネイルリムーバーだと思います。ソフトジェルネイルリムーバーなので、でジェロジェロのピールオフベースジェルのリムーバーって書いてるので、普通のジェルネイルリムーバーだけど、多分それより効力ちょっと弱めかな。このレティジアのこちらのジェルネイルリムーバー、これはアセトン 100% ってかなりのオフするのが早い、もう本当にアセトンだけのものなんですけど、そんな感じではなくてアセトンが少し入ってるって感じだと思います。なんでこれで普通のジェルのオフはちょっと厳しそう。でピールオフタイプだったらオフできるよということで、こちらをね爪周りにちょっと垂らしてみて、でめくるような感じで、よいしょ、あ緩んできたのでこんな感じですね、はい、こういう感じでめくっていくと、うんうん、ポンってねめくれるかな。ちょっと引っかかりがあるなーって感じたら、またジェルネイルリムーバーを垂らしていただいて、で染み込ませながら浮かしながら、あ取っていくと、あこんな感じですね。なんかちょっと表面に残る感じがあるけど、爪自体はそんなに傷んでないですねやっぱり。ということでちょっと早送りしながら順番にねオフしていきたいと思います。はい、ということで取れました。じゃじゃーん。はい、で今ねちょっとアセトンのリムーバーが手にバーっていっぱいついちゃってる状態なので、手をね石鹸で洗ってきます。結構荒れてるように見えますが、これは爪の表面が持っていかれたわけではなくて、糊みたいなものがねちょっとついてる感じですね。はい、一部、まあこの2箇所かちょっと白くなってるけど、まあせいぜいこのぐらいかな。はい、ということでオフできました。でなので1週間以上
多分今日外さなかったら全然まだまだ長持ちしたと思うので、長持ちさせたいのであれば、こちらのノンアシトネイルプライマー、こちらを塗ってからこのジェロジェロのピールオフベースジェルを塗ると、オフするときは本当にこれでチュルンって取れるし、1週間以上もっと検証すればよかったんですが、多分もっともっと長持ちするかなって感じの密着感だったので、割と楽しめると思います。で、逆にですね、もう本当に3日とかもう本当その日楽しめればよくて、もうすぐこの休みが明けたら撮っちゃうとか、今日は写真撮るからするだけで終わったらすぐ撮らなきゃみたいな時はもうこれだけでいいかなと思います。まあ、あの両方持っておけばその時の目的に合わせて調整できていいかなと思いました。で、こちらのリムーバーですね、これを果たして買わないといけないのかっていうところもあるかなと思うんですけど、さっきもちらっと紹介したみたいに、このアセトン、これは本当にアルミホイルでこうネイルをくるんでジェルをこう溶かすためのアセトンになります。かなりね、早くジェル溶けてくれます。で、これってやっぱ刺激がね、こっちに比べると強いので、ジェルが早く溶けるんですけど、その分さっきみたいに皮膚にベターっていっぱい垂らしてとかっていうのはあんまりしない方がいいかなって思いますので、ピールオフベースジェルをさっきみたいなやり方でオフするんだったら、やっぱりこれあった方が便利だと思いました。ただ、全くこれと同じものじゃないといけないのかっていうと、まあ、別にこれじゃなくても市販の薬局とかで、あのジェルネイルリムーバーオイルインとか、ちょっとそういう保湿効果が入ってますよみたいなジェルネイルリムーバーあったと思うんですけどね、多分そういったこういうプロ用でしっかりオフできますよ、アセトン 100% ですよっていうやつじゃないジェルネイルリムーバーであれば、同じようにちょっと垂らして取ってもいいのかなと思いました。まあそんな感じですかね。まあ、ただこのパッケージ可愛いし、普通の溶剤よりはかはもう全然便利で、すごくやりやすかったので、一緒にゲットするのが個人的にはおすすめ。ただね、あの何度も言いますが、このジェルネイルリムーバーで普通のジェルのオフっていうのはなかなか溶けないと思うので、あくまでもこのピールオフタイプのベースジェルを浮かすために使うジェルネイルリムーバーだ、これ用なんだって思って買った方がいいかな。で、シャレドワから出てるピールオフウィークジェル、これも使ったことあるんですけど、使用感はこっちの方が良かったです。で、どう良かったかというと、このピールオフウィークジェルね、なんか結構すぐ取れる割に爪の表面をちょっと持っていかれた感じがあって、爪の表面傷んじゃったなって若干思いました。まあ、その時の感じとかその人の爪の状態にもよるのだと思うんですけど、はい。で、100円ショップのセリアでも同じようにピールオフベースジェルっていうのがあると思うんですけど、あれは私あんまり好きじゃなくて、あれが一番爪の表面を持っていかれる感じがあります。これよりもっといろいろ比較した中でこれは良かった、はい。どれも全然悪い商品ではないんですけど、比較するとこれが私は好きだったかなという感じです。はい、ということでいかがでしたか。以上でジェロジェロのピールオフベースジェルを試してみたレビューでした。はい、皆さんいかがでしたか。こちらの商品は9点で購入しました。ジェロジェロピールオフベースジェルで調べると出てくるかなと思います。もしいいなと思ったらゲットしてみてください。はい。で、ピールオフといえばですね、レティジアからもピールオフタイプのものが出てまして、こちらですね、レティジアのピーラブルジェル。はい。ただ、これとこれって全然別物になります。別物。このレティジアのピーラブルジェルは、爪の練習用だと思ってください。これを下地に塗ると、もうジェルでもアクリルでもマニキュアでも何でもかんでも、ペリンと剥がすことができます。ただ、ほんと練習用って感じなので、すぐに取れる。って感じ。この水分を与えてあげるともうすぐにペリンって取れるので、検定の練習の時とかはめっちゃ便利です。あとはシンプルに自分の練習とか、もうほんとこの日1日だけやりたいっていう時にも便利。はい。で、こっちは、もうちょっと長持ちさせたい時のピールオフベースジェルだと思いますので、ちょっとね、同じピールオフタイプだけど使い方が若干違います。それぞれの、ね、用途に合わせて使い分けてみてください。それでは今日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったよと思ってくださったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、他にもですね、こんなのやってほしいっていうリクエストがありましたらコメントで受け付けております。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の動画でもお会いしましょう。みかでした。バイバーイ。